クロークスは、スイス出身のハードロックバンド。HR、HM の早々期から活動するグループの一つで、同国でも長い歴史を持つ、代表的存在。1980年代には、北米市場でも成功を収めた。創設者、クリス・フォン・ローは1975年、ベーシスト兼ボーカリストのクリス・フォン・ローは、ギタリストのトミー・キーファーラによって、 ゾロトゥルンで結成。結成当初は、プログレッシブロック風の曲を演奏していた。1970年代後半にローアをリードシンガーに一時期コンバート。この編成で、スイス国内をツアーし人気を博す。また、この頃 AC、DC のライブを見て、衝撃を受け、バンドのサウンドを、HR、HM 路線に転換することを決めた。 しかし、ローアの聖域に限界があり、バンドは新しいリードシンガーを採用することを決定。オーディションの結果、元イージーマネーのシンガー、マーク・ストラーチェの加入が決まり、1980年に新ラインナップでの新作、メタルランデブをリリース、同作により、グループはそれまでのスイス国内での人気から、国際的な認知を獲得する。 続く1981年のアルバム、ハードウェアは、ロンドンのハマースミススタジオでレコーディングされ、収録曲の e ージーロッカーとロックシティは、現在でもバンドのセットリストに取り上げられている。1982年には、新マネジメントの下、ゲスフーの大ヒット曲のカバー、アメリカン・ルーマンを含む、ワンバイスアットアタイムオリ o n l 当時クロークスは、 単なる AC、DC の模倣とみなされることもあったが、これに対し、ローアは、このアルバムは決して AC、DC のコピーではないとコメントしている。一部のネガティブな反応にもかかわらず、ヨーロッパにおけるバンドの人気はますます上昇し、アメリカでもその知名度は上がっていった。1983年のヘッドハンターはアメリカで、 アルバムチャートの25位まで上昇した上に、プラチナアルバムを獲得、商業的にも、批評的にもそれまでで、最も成功したアルバムとなった。収録曲のパワーバラード、スクリーミング・フォー・ザ・ナイトが、MTV で、ヘビーローテーションとなったほか、ジューダス、プリーストのロブ・ハル・フォードが、レディ・トゥーバーンで、バッキング・ボーカルを担当した。1984年には、 よりコマーシャルな方向に舵を切ったザブリッツをリリース。スウィートの1973年のヒット曲のカバー、ロックンロールに恋狂いを収録した本作は、商業的には大成功を収めたが、プレスには評判が良くなかった。1986年、80年代半ばからのヘビーメタルブームに乗り、アリス・クーパーのヒット、スクールズ・アウトのカバーをフィーチャーした。 チェンジオブアドレスをリリースしたが、このアルバムは、商業的に失敗する。この後アリスタレコードから MCA に移籍し、ライブアルバム、アライブスクリーミン、アライブスクリーマンをリリースした。2005年、長年リードギタリストを務めた、フェルナンド・フォン・アーブが、手首の故障により、バンドを脱退。公認には、マンディ・メイヤーが加入。 新ラインナップとなったバンドは2006年にヘルレーザーをリリース、スイスでは発売初日にゴールドディスクを獲得した。2008年再始動ラインナップ一時期バンドは解散状態となるが、2007年11月18日、クリス・フォン・ロア、フェルナンド・フォン・アーブ、フレディ・ステディ、マーク・ストラーチェが集まり、スイスのテレビ番組ダイグルストン、 シュバイツァーヒッツに出演し3曲を演奏した。これがきっかけとなり、2008年8月2日、1982年、当時のラインナップでの再結成コンサートが行われた。2010年、ステッペンウルフのワイルドで移行のカバーが収められたスタジオ最新作、フードゥをリリース。2018年9月、2019年にフェアウェルツアー。 アディオス・アミーゴスツアーを行うと発表。同年12月7日、スイスチューリッヒ公演をもってバンドは解散となる。解散についてバンドは、クロークスのショーは常に特別なものであって、またそうしておくべきである。だから俺たちは、まだ本当に良い時に辞めることを決めたとコメントしている。2019年9月時点、ありがとうございます。